こんにちは、こんばんは、ゲームドーナツのコウです。サッカークラブ育成シミュレーションパルトリック1を始めていきたいと思います。今回はいよいよ最終戦ですね、優勝かかりますキャピタル東京、一騎打ちです。成績見ていきましょう。こちらがですね、今13勝2敗6引き分けです。勝ち点が45、2位のキャピタル東京とはですね、勝ち点3点差です。1ゲーム差って考えればいいですね、プロ野球でいうと。得失点差がもう問題で、キャピタル東京の方は田中リバースを上回っております。つまりもしクラーカリバースが負けると、まず確実に、キャピタル東京に逆転されます。負けるとリバセ大阪もいるんで、リバセ大阪が何戦だったっけな、ホルティーヌ浜松戦か、ホルティーヌ浜松戦なんで、勝てば決まったりは3位の危険性もあります。もちろんですね、優勝するしかありませんね。2位も3位も一緒です。というわけで、始めていきましょう。このままのメンツでいこうかな。結構能力見てみよう。みんないいですね。節子がちょっと、注意だけ。むしろ17中盤ですね。ちょっとやっぱりサツキが意外と良くないのかな。電車のも落ちきってますからね。まだクラリスとかサホに最後に変えよう。マチコも悪くはないんですよね。試合開始。相手のホームですね、東京スカイヤードアリーナ。トトの予想も 33% で、互角ですね。まあ相手のホームってことで加算されている面はありますね。勝ってくれ。やばい。お、ノーホイッスル。一つのこのペナルティキックは痛いか。おっと、残念、届かない。いいですね。あ、おっと、簡単に取られてしまった。簡単に前に出られてしまう。前。ちょっと攻めました。このゲームはやっぱり中盤を育てた方がいいですね。中盤のスタミナ。ちょっと厳しいか。囲まれてしまいました。なんかクリア。これを、
でですか。危ない危ない、ここは防ぎました。ついていってほしい。逆サイド、これはうまい。節子センタリング2人いるが、なかなかうまくいかないですね。ちなみに引き分けでも PK 戦はありません。これはリーグ戦です。だからもう危ない。キャピタル東京の強気の攻めが目立ちます。これは良くないが助かりました。危なかったですね。相手が焦ってシュート線つないでいったら危なかったかな。センタリング、ミノリンセンター選手権やりました。我がチームが選手権を取ることちょっと楽になりましたね。ようやく結果が緑出ました。アシストのミオです。さあ前半もほとんど時間はありません。前半終了です。さあもっとこれは前前衛も結構疲れたように見えてますね。一人はですね公園にしましょう。もう学びだよな。節子と節子に変えて学びかな。ちょっと残りの2人は様子を見ましょう。大事なのは光栄です。これ前衛変えても守りが良くなっちゃう危険性ありますからね。2点取られなければ優勝です。フラグ、フラグ、うまい。もう2点目取っていきましょう。出ました。相手チームのスローインかチャンスだったんですけどね。満身とかいうパラメータあるのかな。お、揺さぶりかかっています。うまい、緑。さあこれはまだ残ってる。中盤がちょっと疲れてきてますね。さつきくらいです。さつきかな。さつきを最後に変えましょう。ピラミッド状の陣形なんですね。くるみ、惜しい。クルミ、早いね。ナイス、くるみ。くるみ、足が落ちてますね。まあ、やっぱり戦い抜いてるから仕方がないでしょうけどね。ミオ、取られてしまった。ここで選手、おっと、窓からが疲れているぞ。こうやって中盤は疲れやすいし、それと、ミノリも、ミノリは疲れている。どっちを取るかですね。はい、守備を変えに行きましょう。おっと、イエローカード。なるほど。さあ66分、あと24分です。危ない。おー、ここを奈々子が救いました。まだピンチは続く。ゴール。おー、ノーホイッスルです。ペナルティーキックにはね、再びファウルとあるとペナルティーキックにはなりませんが、このピンチを乗り切ったのは大きい。うん、さあ時間がくくると過ぎていきます。残り15分。ノンホイッスル。おっと、サツキ。あーっと、サツキが負傷。しかも交代枠使い切ってますからね。
さあ実質これ10人で戦わなきゃいけませんよ。慎重に行きたい。今日ボールを取りに行きたいですからね。さあ取られてしまった。残り5分。ミオに渡します。ミオも相当疲れている。最後の一頑張りか。ミオ取りまして、さあ前線へ。一人足りない。動ける選手もうほとんど、緑も動けない。しかしもうほとんど時間はない。やりました。本当に結局最終戦まで争って優勝を巡る対決。キャピタル東京振り切りました。胴上げです。胴上げないのか。前半は結構詰めまくってましたね。浮かんでよう。相手のうまさもかかります。赤い北東京先制を言った我がクラウカリバーズ。ニオからニドリ。ニオの活躍も素晴らしかった。これはちょっとやっぱり一人が苦しかったか。ここが一番のピンチでした。ペナルティーキック。何度も攻撃が来て、窓岡からはさつきがキャンデローに。頑張っただけにね、かなり疲れが目立ちましたね。この目が分かれるプレイ、大激戦でしたが、シュート枠内1本しかなかったんですね。ほぼ終始キャピタル東京が攻めていたということになります。その中ワンチャンスにかけて緑が決めてくれました。素晴らしいチームの勝利です。イエローカードをもらってたっけ。まあ、いいってことよ。優勝決めましたからね。補修か。脱臼、まあ影響あるとしたらトーナメント戦でしょうね。これがですね、今年の公式リーグの成績です。クラーカリバーズ2位がリマセ大阪。リマセ大阪は結局勝ったんですね。3点差をつけてクラーカリバーズが優勝となっております。
って降格は函館ペンタゴン、佐世保ドックスが入れ替え戦に挑みます。ポジシマートスは7位だったんですね。なかなか強い、勝ちも上回ってますからね。当然そうなります。あ、優勝することに翌年のチャンスが出てくるってことですね。さあ、スコバダガマ、これは強敵です。残念ながら怪我をしてしまいました。能力もそれあるよね。これになるとカモ多かった。公式戦には出ないので選手を選ばないといけません。さあ、ちょっとかなということで、マナコのさらにヒラリーということになります。このメンツでおそらくジャパンカップ準決勝戦かな、挑むかと思います。見事に我がチーム優勝できました。今は2回目の優勝となります。この勢いで、筑波ダガマ、ジャパンカップ準決勝も勝っていって、優勝を狙いましょう。ぜひ皆様の応援よろしくお願いします。応援、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。ツイッターもブログもアドレス、説明欄に記載しております。また、これまで遊んだ記録ですね。こちらも説明欄に、プレイリスト載せております。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。ご視聴ありましたら見ていただければ嬉しいと思います。ということで、カルチョビッター M1 優勝をお伝えしまして、お別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でお会いした。